説明しよう。アマングアスとは、裏切り者と市民に分かれて行ういわゆる人狼ゲームである。裏切り者は1人から2人、市民は全員が与えられたタスクを終わらせることで勝利することもできるが、話し合いをして裏切り者をあぶり出し投票で追放することでも勝利できる。話し合いは死体を発見した時、またはロビーの赤いボタンを押すことでも開始できる。その話し合いでは誰かに投票することもできるし、投票をスキップすることもできる。最多の得票数となった者はゲームから追放される。裏切り者は市民と裏切り者が同じ人数になるまで殺せば勝ち。裏切り者はタスクを行うことはできないが、停電を起こして視界を暗くしたり、ドアを封鎖したりして邪魔できる。酸素を薄くしたり、エンジンを破壊したりするとカウントダウンが始まり、カウントがゼロになっても裏切り者の勝利となる。また裏切り者しか使えないダクトを使って逃げることもできる。さあ、 I am a crewmate。 さあ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 さん、なるほど。さあとりあえずちょっと動き方を見ていきましょう。とりあえずちょっとロケットやな、まずは。さあ、コインちゃんと一緒に ロケットパンチしていくスタイルね。はいはい。おっと、お、怖えな、おい。怖えな、見せてくれ。おかっち、見せてくれ。俺の動き。黄色とオレンジ。黄色、オレンジ、紫、最初ね。黄色、オレンジ、紫、最初。はい、ありがとう。これちょっとコイン見せてやるか。こっちねえんだよな、もう。ここ開けるか。はい、めちゃくちゃ左下固まってんだよな。左下にタスク固まってんだよな。これ逆にでもありか。それはそれでクリアできっかり一気に。おっと、あれ、はいはい、あれ、コインさん死亡ね。おじさん死んでるな。どこを自分で見ましたね。それはですか。え、どこですか。それはラボのところで、おかち声出せるか。大丈夫か。大丈夫ですか、おかさん。さっきから声が届いてないです。おかさんの声が死んじゃってるな。うん、おかさんの音声死んでるね。マイクが入ってない。マイクの入ってない。音声死ん。まあでも多分ね、ラボの方だと思うんだよ。俺おかさんとかコインさんとかと知ったから、俺もラボの方行ったらおかさんいたから、多分ラボの方だな。え、あのさ、で俺とブルーさん多分物理的に無理です。はい、俺も物理的に無理。何？鳥さんとブルーさんがどこにいた？俺ら O2 の方にいました。O2 の方にいた。なるほど。まあ無理ですね。俺はあのミカシンさんがなんかあの左上のあのリアクターの右左側の下のところにあるダウンロードアップロードかな、あれ多分。うん、いや、あれ、あの、男性テンスだけやってたね。ユーミカシンが左下にいたのね、だから。あ、いや、左上にいたのね。はい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 。監視カメラのとこです。左上で何やってたの？俺カメラ見てたんですよ。で、俺そこに助けあったからやってた。俺単純に、あの、普通にそこにも助かったけど、監視カメラ見てた。はい。で、ブルーさんとお母さんが入っていくのをラボのカメラで見てたのは知ってる。で、その近くにリュウさんもいたのを見た。はい。なるほど。まあ、ちょっと容疑者絞れないけど、なんか黄色はいたんだよね、その辺に。コインさんが死んでるところに。で、お母さんもいて、で、俺すぐそこ離れてるから、お母さんのセリフレポートじゃなかったら、ちょっと、黄色怪しいかなみたいな、俺の目線。俺はブルーさんとお母さんが怪しいかなと思った。ちょっとだけ目線的な話だから確実ではないと思う。確実ではない。まだちょっと情報が少ないね。だから投票はせずにスキップで。はい、はい。お母さん入ってるけどセレブレポート。あいつ何もしゃべ、なんか何もしゃべってないのに、あいつかわいそうに。あいつ何もしゃべれてないやつに投票すんなよ、かわいそうだろ。くさ、ちょっとこの黄色は濃いな。ちょっとなんか若干黄色濃いんだよな。あ、黄色戻ってきたね。黄色、あ、ダメだね。これ黄色、ちょっと黄色から離れた方がいいね。黄色若干怖いんで、ちょっと若干アカンさんと一緒に行きながら。あ、はいはいはい。どうしたや。
お母さんが押してる。声が入ってない。声が入ってないんだよね。そう。あいつ無言の無言のなんか無言の訴えが何を言いたいんだお前は。お前は何が言いたい。何も聞こえない。これもしかして。何も聞こえない。何も聞こえてない。おかっぴ。何も聞こえないんじゃ。やり直して。ディスコードをやり直して。おかっぴ一回あの出て入った方がいいんじゃないか。したいの声出た。お声返ってきた。声返ってきた。返ってきた。おめでさんが。急げ岡さん。お前押せよ。お前押せよ。言うの。あいつ言いたかったんだろうな。あいつそれ言いたかったんだろうな。これはでもこれ。待ってこれ逆にめちゃくちゃ信用性あるわ。なんか言えなくてもう一回押してるんだもんこいつ。てか、ね、今小西さん喋ったでしょ絶対今。俺の会社ありがとうって今言わなかった。嘘マジ。おい古い版だぞ。とりあえずこの黄色に映せばいいんだな。さらばオムレツ。めっちゃおもろいやん。あーごめん鳥さんの方が違うんだ。俺はまって違う、なんでどさくさ今言うと俺はしめちゃめちゃおもろいやん。おかっぴめっちゃおもろいやん。それやばすぎ。マイク死んで帰ってきてのクソおもろい。やばい、それはやばい。言いたかったんだろうな。やってました、こいつやってましたってめっちゃ言ってたんだろうな。音声死んでて言えなかったんだろうな。かわいそうに。この迷路むずいな。そしてこの迷路めっちゃむずいじゃねえか。はいはいはい。でガシャコンね、ガシャコン。でもあと一人っしょ。あと一人はさすがに、あと一人はさすがに結構きついと思うけどな、インポスター側。あとさ、なんかそのインポスターっていう名前やめてほしいよね。なんか全然立たないやつの希望の星みたいな感じのになるじゃん。インポスターってなんか名前なんだ。インポスターって本当に言葉あんの知らねえけど、なんでインポスターってその名前どうにかしろ。さあちょっとそろそろ、あーなるほどね。フィックスライトはちょっと近いんでやりに行きましょうか。さあ閉められてるか。うわ閉められてめんどくせえなこれ。はい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 。 でも多分これ岡さんが多分さすがに白なんで、白角なんでやってくれるでしょ。それカチカチやってる、もしかしてカチカチ妨害。いつまでやってんの、めんどくせえな。近くに行きたくねえな、あんまり近くに行きたくないね。まあもうめんどくせえな。どんだけ締めんだよこいつら、鬱陶しいわ。ちょっと岡さんの近くいれば多分大丈夫だと思うんだけど。はいはい、またそれですか。じゃあここは2個目殺すピン。俺殺すキャラジオどっここかここ。はいはい、はいはい、バイタルチェックして、あ死んでんな結構。やべ、フィックスライトか。死体見つけるよりはこれ押した方がいいね。さあフィックスライトしてくれ、頑張って直してくれ。押すから俺頼む、頑張って。 OK、 はい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 。フィックスライトを終わって、おあ俺さ正解だったみたいですねこれ。うんうん、まああんだけ岡さんがね、あの魂の、うん、魂の叫びをね、岡さんが殺されてるね。あの多分ね、敵討ちされたね、これは、うん、これで、ね、多分ね俺ね読み入れるとね相当性格が悪いね、はい、こいつはこのインポスター相当その性格が悪いと見た。ちゃうわ、やめろ。まあ、そんな冗談を置いといて話そらさないでいきましょう。話はそらさないでいきましょう。言うた、言うた。じゃあ、俺、さっきミスっただけだからね、マジで。これ、じゃこれマジで。ミスっただけって特に何も。ちなみに今のところ、この中で一番性格が悪いのは、まあ、黒か白なんですよ、多分。
俺の予想。あ、そうですね。黒か白なんですよ。富士の人間を殺し続けた男と。そう。いつも腹黒い男ですか。そう。黒か白なんですよ。大体こういうのって。黒いだけで腹は黒くないぞ。で、なんかその行動パターン的には。ちょっとなんか黒が、はい、うざっと思って岡殺してる説は結構俺の中で濃厚なんだけど、これ人呼びでしかないから証拠は一切ないです、うん、はい、了解です。ただ俺前半アカンさんと割とずっといたよ。なるほど。そうですね、互いにずっといましたね。なるほど。じゃあそこ違うのか。ルームぐらいまでずっといて、うん、ラボの方でミカシンさんとカエルさんと俺すれ違ってるから普通に、うん、で停電終わって速攻のタイミングでミカシンがラボから出てきたんよ。はいはいはい。ああ、いや、俺その時ラボになんかタスクたま固まってたから、うん、ただすごいのがスペシメン通ってユウさんがスペシメンで何もせずにラボ向かってったのに驚愕しましたけど、あ、ね、スペシメンに本当は助かったんよ。ただアカンさんが後ろから来てたから、うん、俺最初殺される可能性もあったから、あ、そうですね、はい、だからそれは仕方ないですね。それは仕方ないでいっか。スキップスキップ一旦スキップで。ちょっと黒と白じゃなかったかな。誰だよ。性格読み。性格読み。さあ、ちょっと分かりませんね。誰が鬼なのかは。もう多分ね、まささにオムレツ一人だと思うから。オムレツ強いと思うから。俺、タスク終わってんのこれ。あ、タスク終わってるんだもん。やば。奇跡じゃん。神ゲー起きたわ。どうしよう、これ。俺、どうしたらいいんだろう。ドリピ何してんだろう。ここ、近くいるか。ちょっと、アドミン検査する？じゃあ。アドミン警察しよっか。アドミン警察。アドミン3人いるね。まあ、緑。うん。で、オフィスから出て。ああ、カエルさんが来たのね。はい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 。カエルピーが来た。で、多分コミュニケーションずつはこれ2人やってるね。なんかタスクなんかやってるね。で、1人出てって、コミュニケーションずつでやってるかな。ああ、オッケーオッケーオッケー。できなくなった。これコミュニケーションズで死んでるんじゃね？じゃあこれ。これここ死んでる説あると思うよ俺。これ俺ここで死んでると思うわ。やっぱな。はい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 。なるほど。はい、白です。はいはい、なるほど。龍一、龍さんでしょ。トリッピーとカエルピーとブルーさんと僕は今アドミンにいましたよね。そう、はい、ずっと言いました。で、コミュニケーションじゃないですか。コミュニケーションズで、死体があったんですよ、とりあえず。コミュニケーションズで、はい、僕、アドミン警察したんですよ、ちなみに。うん、初めて、はい。この初めてのお使いみたいな感じで、その初めてのお使いみたいな感じで、初めてのアドミン警察したんですけど、なんかコミュニケーションズに2人いたんですよ。で、1人出てったんですよ。はい、そ, すね、そう、だからそこ、そいつが殺してんですよ。で、コミュニケーションで死んでるんで。はい、で、今、うん、コミュニケーションズにいたのは誰ですかと。まあ、黒か白なんですよ、だから。そうですね。これも違うとして言いようがないけど。普通にラボの方いましたからね。ラボの方にいた。はい、ラボの方になんて俺、人影あったっけな。俺、スペシメンルームと。ラボ、一人だけいますよ。ブルさん、ブルさんどうぞ。ちょっと意見いいっすか。はい。強制タスクの時に、アカンさんが行ったのは見たんですよ。あ、いましたね。だから、アカンさんちょっと怪しいなっていう気がする、自分は。アカンさんがどっちから行った強制タスク、アカンさんがもしコミュニいたらそこにすぐ行けるんで。うんうんうん。まあでも、まあ、これは可能性、オブレッティがいきなり押して私がすぐに止めに行っちゃったみたいなことなんですかね。じゃあだからミカシンさんやってからアカンさんがそれをやったのかなっていう気はするんですけど、さすがに私だったら逆に振るだろうけどな、ちゃんとリアクターに。まあでも黒か白なんだよもう。絶対に絶対にね。俺もうここは両方釣るから、もう両方釣るから、正直片方一人減ってるもんね。もうそう、両方釣るから、ちょ、俺はもう、そう、性格読みで上の黒いやつに俺入れたいんだよ俺は。はい、ちょっと一回見直せよ。黒いマジで俺はタスク1個だからね。くたばりやがれ。あ、なんでよ、なんでだよ、なんでだ よ何してんだよ。くさおい、なんでだよ。絶対黒いやつだってこれ、 100% 黒いやつだって。もう俺押せねえからよ、誰か押してくれや。ちょっと俺黒いやつのあれしてやるからな。おい
はい、はい、はい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 。え？俺はこっちに行くぞ。おお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 お。投票合わせろって。投票合わせろって。見たの今。俺普通に走ってたからな。投票合わせろって。誰でも見るわ。もう黒と白両方釣ればいいんだけど。どっちか決めましょう。じゃ黒でいいでしょ最初。もう性格読みを。正解、ちょ、俺信じて一回。一回信じて。あ、いや、セリューさんを信じよう。一回信じて。一回。これで当たったら、てか当たるんだよな、多分これ。あと当たる。当たんねえよ。見てろ。見てろ、終わるぞ。終わるぞ。ゲームが終わるぞ。さあ、見てろ。見てろ、終わるからな。殺すからな。You was ejected。終わんねえ、やべえ。ちげえし。やっべ。やべえ、違った。ちょ、ほんとごめんなさい。ちょ、ほんとごめんなさい。ちょ、白かった。ごめん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 。無能すぎた推理が。やばすぎ。あ、ナイスナイスナイス。お前、白いのかい。おい、何やってんだよ。ユウさん、ユウさん1個いっとこう。ユウさん1個いっとこう。本当にごめん。